はいどうも、カズチャンネルまたまた始まりました。6月はあれだね、チャレンジ月間だね。なんかいろんなやったことないことにいろいろチャレンジしてるなと思うんだけど、今日はですね、ゴルフに挑戦しようかと思います。はい、やったことあるんですか？ゴルフね、2年ぐらい前に始めたんだよ。でも2年ぐらい前に始めたんだけど、最初のうちは結構没頭してやってたのね。でも忙しく なるとやっぱり行けないじゃん、練習も何もゴルフのラウンドもできなくて、でさあ忙しくなくなったぞ、ゴルフやるぞって時になったらあばらを骨折するわけよ、こっちをボキッとで、うわもう全然触れないぜと思って、治ったそろそろ行くかって言うと今度こっちを骨折するわけよ。だから一つ学んだことは、酒飲んだら風呂に入るなってことだけは学びましたけど。というわけで、今日この間もね、またゴルフやるコンペの前日に風呂場で引っ転んで骨折して、今日2ヶ月ぶりぐらいにクラブってものを握るんですけども、まあ、とにかくゴルフ好きの方もゴルフそうでない好きでない方も、このど素人ぶりの恥かきっぷりをぜひカズチャンネルでご堪能ください。それではちょっと行ってみようかなと思いますんで、よろしく。小沢和義のカズチャンネル。こんにちは、お待ちしておりました。はい、というわけで、ゴルフウェアに着替えました。見てください、この施設素晴らしいね、こんなのやったことないもん。というわけで、今日ゴルフを教わる先生お呼びしたいと思います。どうぞ。ゴルフインストラクターの花城と申します。ど素人のもんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらこそ。実を言うとですね、はい、僕ゴルフって人に習ったことないんですよ、今まで一度も。なぜかというと、一回コースに出た時に、ゴルフってこっちの人が教えることこっちの人が教えることの内容が違ったりとか、人に一番こうなんか言われるスポーツじゃないですか。そうですね。もうイレ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 イって、もう人になるのやめたんですよ。だから僕の、先生はむしろYouTube です。あ、なるほど。いろいろ情報を自分に。お前ゴルフってやったことある？ないです。お前簡単だと思ってるだろ。僕ゴルフ番組は散々作ってきたんで、はい、まあ楽そうなスポーツだなって正直。てめえこんな野郎、お前後でやらせっかな。誰でもそう思うんだよ、止まってるボールを打つのになんでっていう風になるけど、俺今までいろんなスポーツやってきましたけど、はい、多分僕が人生で携わったスポーツで一番難しい。今まで逆にどういったスポーツ経験したの？野球とか、野球やってる時期もありましたし、バスケット、あとサーフィンとか、高校時代とかやって、サーフィンも難しいかなと思ってたんですけど、それ以上ですね。それ以上ですね。こんなちっちゃい止まってるボールがなぜまっすぐ打てねえんだって、みんな簡単に言うじゃないですか、打てそうな気するんですよね。
道具自体も多分野球とかと違って結構こう曲がってたりとかするんで、うん、意外とこう道具の芯の場所をこう感じ取るのが難しいっていうのが一つありますかね。なるほど。まずゴルフといえばドライバーですか。やっぱり醍醐味はドライバー。一番飛びますね。やっぱスポーツの中で球技だと一番飛ばせるスポーツ。そうですよね、はい、野球以上に飛びますもんね。女性の人でも飛ばす人だと直接あのホームランの大谷翔平簡単に超えちゃう。いいな。俺もニューバランスですよねこれね大谷翔平と一緒のブランドですけどそれで、はい、オールニューバランスです。あ、これもそうなんですか。そうですね、ニューバランスです。別に大谷君を意識した赤にしてるわけじゃないですけどね。というわけで今日本日一日よろしくお願いします。はい、こちらよろしくお願いします。おっす。じゃあちょっといろいろ今あの、はい、これまでのなんかゴルフの、まあ、ヒストリーというかそういうのをちょっと聞いていきたいんですけど、はい、まあ、大体今ゴルフ歴というかどれくらいやってきたんですか。始めたのは2年前です。でもほとんど最初の半年1年ぐらい結構練習しましたけど、はいはい、そこから本当に全然練習も行ってないですね最近。だから本当に2ヶ月ぶりぐらいに今日握ります。あ、分かりました。はい、最近はゴルフの予定は一応ある。はい、もうちょっと先に、はい、来月ぐらいにちょっとコンペがありまして、はい、まあそれで恥をかかないようにという意味ではなく、はい、ただ単になんかゴルフというものは何なのかと、はいはい、学びに来た次第で、今月はあの僕の勉強月間ということになってました。はい、わ、はい、かりました。はい、じゃあ今最近どういったので悩んでるとかありますか。ボールがこうやって曲がるんだとか。全部です。全部です。球種が多いわけです。じゃあゴルフってこういう風にした方がいいってなんか一つちょっとあのコツとして掴めたらありがたいと思います。はい、はいはい、今のこのどういう風にして打ってるのかっていうのをちょっと何球か見たいんで。そうですね、はいはい、じゃあそれをちょっと3球ほど。3球ほど、はい、ちょっとやっていきましょう。はい、いきます。はい、ありがとうございます。でね、あ、でも分かりやすく全部右です。あ、なるほど。右です。で、今の結構レッスンであの主流になっているのがちゃんとこういう打った症状をちゃんとこのデータで見てあの正しく診断できるというか、曲がるにはやっぱそれなりに理由がありまして、うん、今こういうのが絵として出てきます。へ、じゃあ今小澤さんがどういうところにボールが当たったのかっていうのがこういうふうに出てたりとか、あとは当たった時のクラブの面の向きがどこを向いてるのか、これが今オープン、フェースオープンって書かれてますけど、要は目標から見てフェースの向きは右向いてますよ、じゃあどれくらいですか、だからそういうのがもう全部大体丸裸にされます。当たった瞬間が良ければそれなりにボールちゃんと飛ぶじゃないですか、うん、なので小澤さんがなんでじゃあ今はこう右に曲がって飛距離ロスしてるのっていうのを、僕たちはこういうのをちゃんと見た上でじゃあスイングの映像はここでこういう風に直したらいいのかっていうのをいろいろちょっと考えて提案していくっていう。すごい。下が今小澤さんがこう打った時の映像っていうのをまあいろいろ解説はしていくんですが、こうやって一応見ることができるんで、ここと照らし合わせながらいろいろ解析していこうかなと思います、うん、はいはい、どういうふうにこのクラブを振ったらいいかっていうのは、まあ、大体ざっと一つの目安ですけど、今こういう2つちょっと枠を作りましたね、こうやって、はいはい、この大体枠の中にクラブが収まって振れること、このいいクラブの軌道で振れると、要するにこのフェースの向きっていうのをコントロールしやすくなります。一般的に多いミスの一つの理由として結構ここからはみ出してしまう、はい、で、はみ出すとどういうことが起きるかっていうと、だいたいこのクラブの面が結構開いちゃうんです。どういうふうにじゃあゴルフクラブで扱えばいいのっていう、少しちょっと簡単になんかこの
ゴルフの、まあ、なんていうんですか、トリセツみたいなのを説明してからちょっとやりたいと思います。はい、はい、じゃあまずそのゴルフクラブは、まあ、地面に対して傾いてますよっていう話があったと思うんですけど、はい、まあ、こういう今傾きで存在してますよ、はい、ゴルフクラブ。じゃあこのゴルフクラブが本来どういう動き方をしたがってるかっていうと、ここを基準に、ここを基準にこういう円軌道で振られてるのがこのゴルフクラブが一番、まあ、効率よくこう動かせるというか、こういう円軌道で振れるとこの面の向きがまっすぐ戻りやすくなるんです。それが今の現状の小沢さん、こういう傾きでずれてますと、はい、でこういう傾きで振ってしまうと本来は円で動きたいのにこういうちょっとずれた軌道になってるので、なんかボールに対してみればその打ちたい方向とヘッドがずれてるじゃないですか、うん、まずこの時点でパワーが十分伝わらない。後ろ側というかこの背中側からクラブが降りてきて、そして背中側に抜けていく。後ろから後ろに抜けることでクラブの面にこう注目してもらうと、目標から見たらクラブの面は右向いて左向いてるじゃないですか。あ、でいわゆるこの中間部分がまっすぐなわけです。だまず円で振れてないと正しく面をコントロールできないっていうのがゴルフ このクラブを扱う上ではまず知っておきたいんですよ。でもところがこれが難しいです。じゃあ一つなんで難しいかっていうのをちょっとじゃ説明するのに、はい、じゃあ一旦ちょっと構えてもらいます、はいはい、通常の普段通りの構えをしてもらって、はい、先ほどのじゃあゴルフクラブの傾きっていうのはちょっとそのままにしてもらうと、はい、こういう傾きで存在してますと、はい、でも小沢さんがボールを見ている目線っていうのは比較的この目線だと思うんですよ。あ、このフラフープの角度って全然違うように感じませんか、はい、だから正しくクラブが振りにくいのはまずそもそも目線自体がだいぶ違うので、はい、はは、思ったデザインで振りにくいっていうのが一つなんか要因というか、はい、まずあります、はい、じゃあクラブをちょっと腰の高さから腰の高さで一旦ちょっと振ってもらいたいんですけど、もう一回フラフープをかざして、はい、まあ、ここにセットしとくんで、はい、振る大きさを腰の高さ、腰の高さ、もうだいぶ小さい振り幅、はい、普段振っている感覚と全然違います、ね、全然違います、うんうん、普段と違ってちょっと振りにくさあると思うんですけど、はあ、はい、こんな低く、はい、この低く振れるためにも一つ小沢さんの中でちょっと頑張ってもらいたいっていうのがあって、はいはい、この振り上げるときに、うん、手首の折り方なんですけど、これを積極的に何て言うんですか、この縦に、はい、こういう折り方をきつくやりすぎてしまうと、まあ、なんか剣道じゃないですけど、なんかこの棒状をすごい縦にこうやって振るような動き、これがちょっと強くなっちゃうんですよね。でそうするとゴルフクラブはさっき言ったようになんかこう円で描きたいが比較的ちょっとなんか横に近い動きしてるじゃないですか、ここだけ切り抜くと、はい、そうすると手首の動きだけで見ると少しこういうふうに横に動いてると思うんですよ。それが極端に言うと小沢さん結構こういう縦、そうですそうです。でさらにちょっと一回試したいのがこういうゴルフ用のサンドバッグだったってあるんですけど、はい、これいわゆるこっちが壁になって面になってるじゃないですか、はいはい、なので今のこのクラブの方をここに合わせると、はい、合わせて構えると面と面という今あの状態になってますよね、はい、ここが綺麗にこうやって合致してくれると正しくボールがこうやってまっすぐ飛びやすいんですけど、今の小沢さんの振り方ってこの壁に向かってこういうヘッドの動きではなくてこういう使い方をしてるんですよ今の僕が。そうです、はい、なので、うん、そもそも当たる瞬間のイメージちゃんと作れてますかっていうところが結構もうポイントになってきます。なるほど、はい、じゃあですね、はい、シンプルにこれ叩いても大丈夫なんで、はい、
ちょっと軽く振り上げて、はい、そしてこれを何回か叩いてみてください。はい、もらったやつをちょっと映像で確認してみたいんですけど、はい、じゃあ先ほどの線がこう残ってるんですけど、さっきの小沢さん、ここにヘッドがはみ出してたじゃないですか、はいはい、で今のインパクトをちょっとイメージしてもらうと、クラブが降りてくる通り道が多分全然違うと思うんですよ。まず当たりちょっとイメージちょっと変えましょうと。で基本まあこういう動きをすればある程度はできるんですけど、もうちょっと実際のゴルフに近づけていきたいんですけど、はい、じゃあ小沢さん今ここでちょっと構えて、もう一回構えて、はい、で要はボールが通常はあって、この方向で飛ばしたいわけですよね。はい、はい、じゃあこの方向に飛ばしたい中で、じゃあ仮にですけどこの棒をなんかこう当てるゲームとしましょうか。はい、もしですよ、じゃあゆっくり振りかぶってゆっくり下ろしてもらって、このフェースの真ん中とこれを、そうです、これを貫こうとする、なんかここに合わせるというか、はい、上げて、でゆっくり、そうです、これ何回かお願いします。じゃあちょっと、ちょっとそのイメージで、はい、ちょっと一球言ってもらって、はい、今のスピードぐらいです。はい、ありがとうございます。全然力抜いてる。抜いてる感じがちょっと距離がっていうのが、まあ効率が良くなってるっていう。今振り下ろした時のこのクラブの通り方ですね、さっき素振りでやったぐらいかなり綺麗に変わってるんですよ。で今この緑色の枠に来てるんで、だいぶこのクラブを動かす軌道がこう変わってるんですよ。あとはじゃあクラブの面をどうまっすぐすればいいかっていうところにどんどんこう課題を移していけばいいと。なるほど、奥が深いぜ。何もかもが違ってましたね。こんな短期間にすぐ修正できるものですか？つまり何が言えるかっていうと、その人の運動がそもそも悪いっていうよりは、まず情報として入っているなんか知識みたいなのが違ってると、いくら僕たちが動作を改良しても変わらない。小沢さんっていうゴルフプレイヤーがゴルフっていうのはこういうもんだっていうのがずれてると、ずっとそのずれに引っ張られちゃうんですよ。さっき僕がフラフープをかざしたものもいらないぐらい、小沢さん綺麗にクラブをちゃんと傾いた通りの設計でちゃんと触れてるんですよ。日の神かぐらい。日の神かぐらい。呼吸法が違います。